はい、西田製作所です。今回こちらのマーシャル JMP1 の、リペアの模様を紹介しようと思います。ではこの後ゆっくり見ていきましょう。こちらの基板じゃん、いくつか取り替えるポイントがあります。まずはこの内蔵バッテリー、まあこれもう多分十何年このままなんで、これは交換します。これバッテリーホルダー一体型なので、バッテリーホルダーのタイプにします。あと電源部の電解コンデンサー、こことここですね。あとここ3つほどですね、 M5201 という IC 使ってます。これは IC でチャンネル切り替え的な作用をするんですけれども、これ JCM900 ぐらいから使われ始めていて、ちょっとこれが悪さして、ちょっと音量が不安定になったりします。あともう一つ大事なところだと、ここレベル、アウトレベルの調整ですね。このボリュームポットだいぶ不安定ですので、これも交換していきます。ではちょっとこの後作業の様子をお見せします。はい、実際の作業の模様です。まずはボリュームポットの交換ですね。まずハンダを外していきます。で、新しいポットを取り付け、さあボリュームポットの取り付けが終わったら、次は電解コンデンサーですね。背の高いパーツから外していきます。はい、順次背の高いパーツから外して、新たに電解コンデンサーを交換していく、こんな感じですね。さあちょっと机汚くてごめんなさいって感じですよね。ちょっと撮影の時はもうちょっと机掃除しようと思います。というか普段から掃除しろよって話ですね。失礼しました。さあそれではですね、カメラのアングルちょっとおかしかったですけど、ちょっとカメラのアングルを変えて後半戦、今度はですねオペアンプの交換です。はい、こちらはですね、まあハンダを吸い取っていって順次取り替えていく、こんな感じですね。はい、さあそしてもう大詰め迫ってまいりました。さあこれで作業は終わりとなります。はい、ちょっといろいろ割り込みあって、夜も更けちゃいましたが、基板の方ができました。じゃん。ざっくり説明すると、オペアンプ、このチャンネルスイッチングをするオペアンプ3つですね。これを、互換品の、NJM2120 というものに変えてます。それと電池ホルダーにして、ボタン電池で電解コンデンサーの交換ですね。はい、あとボリュームポットの交換を行ってます。じゃあこの後、組み込んでみようかなっていうのはちょっと割愛します。完成後のちょっと報告をお楽しみにしてください。はい、そんなわけでですね、できました。はい、完成です。これからテストしてみて、問題なければお客様にお渡しっていう感じでやっていけると思います。ちょっと最後に弾いてみたいと思います。こちらの JMP1 このように復活させること可能です。お困りのことありましたらぜひともご相談ください。ありがとうございました。